これさ、待ってみたらどうなるんだろう。ああ、ちょっと。現実の方が地獄ですよ。というわけで、今度は、地獄を、死んだら地獄に落ちちゃうよっていうことを選びました。現実の方が地獄ですよか。笑っちゃうぐらいに、現実は地獄ですよ。まあ、確かにな。死んでしまえばもう、それっきりだもんね。地獄に落ちるかなんてさ、天国に行くなんかなんでさ、わかんないけど、地獄に行くことが確定してるわけではないからな。だから、私は死にたいんです。死んで逃げたいんですよ。一つ疑問なんだけど、何ですか？うん。死んだ先が苦しみから逃げられるとは限らないと思うんだけど、死んだ先にも苦しみがあるかもしれない。それでも死にたいの？わかんない。今こうして生きてる時には、そんなものはわからないよね、でも。びっくりしました。驚くほど性格が悪いですね。驚くほど性格が悪いですねって言われてんぞ。でも事実だよね。死んだって苦しみから逃げられる保証はない。なら、今の苦しみを生きてる時に解決してこそ、死後も明るい世界に生きるんじゃないかな。なるほど、そういう視点に入るか。今の苦しみをね、解決して、ってことか。本当にできるでしょうか。わからない。でも可能性はある。やってみればいいんじゃないかな。もし失敗したら、その時改めて死ねばいいんじゃない？やってみてからでも遅くない。本当に、この苦しみを解決できるんでしょうか。私が変わって、この苦しみに立ち向かえば、この苦しみがなくなるんでしょうか。私は、変わることができるでしょうか。え？君は、変われるよ！変われるかな？変われるよ！君が変わりたいと思うなら。変わりたいとは思っているんです。あ、びっくりは、びっくりマーク。変わりたいと思ってるんです。でも、怖いんです。私は取り返しのつかないことをたくさんしてきました。そんなことしてきたの？私は汚れているんです。汚れてる？その、何？パパ活とかで？いや、そんなん汚れてるって言わないよ。好きでパパ活やってるわけじゃないんだからさ、自分が。この子が好きでやってるわけじゃないんでしょ？じゃあ汚れてないよ。私は人に言われるがままに間違ってきたんです。間違ってない、間違ってない。払えない状況だった。だから、私は間違ってない。間違っているのは世界の方だ。そう言えたらどれだけ良かったか。世界が間違っているっていう視点も間違ってないな、でも。ね、ノーノーと生きてる人がいるなっていうさ、視点の中でさ、こっちは死にてんだよなってなるとさ、まあ、世界がおかしいって思っても、不思議じゃないわな。私は分かっているんです。どれだけ追い込まれていようとも、選択肢がなかったとしても、うん。選んだのは私なんです。私は自分が悪だと知っています。そうして自分自身を責め続けてきました。自分が悪かどうかなんて分かんないよ。他の人から言わせれば善かもしんないじゃん。でも、私は自分を責め続けるだけで、変わろうとはしなかった。私を助けてくれようとした人はいました。うん。私がお金に困っていることを知ってくれていて、彼らは私に援助をしてくれていました。いたんだね、ちゃんとそういう人は、でも。そこに、下心はなかったとは言いません。それでも、彼らは悪い人たちではなかったんです。悪い人たちじゃないっていう人もいる。多分、
そんな見捨てておけないって人もいるでしょう。根は善人な人たちだったんです。だから私を助けようとしてくれた。うん。多額のお金を渡してくれようとした。数千万単位のお金を。それはすごいな、資産家だな、そこまで行くと。どうやってそんな大金をと思いますよね。うん。彼らは自殺したんです。ああ。私に保険金を渡すために。そこまでしちゃったのか。みんな私の目の前で笑いながら死んで行きました。そうか、だから自分が悪だって思っちゃったんだ。そうなんだ、そうなんだ。そんなことをしても一時しのぎにしかならないのに。私はそんなこと頼んでいないのに。結局その保険金は取られちゃうわけだもんね。でも彼らは笑顔で言うんです。一時しのぎでも私が幸せな時間が持てるならそれでいいって。あー、確かに。まあでもそこまでして助けたいって人がいたんだろうな。でもちゃんと。そして決まって最後に言うんです。うん。自分のことを覚えていてほしいって。そっか。大切な人になりたいわけじゃない、ただ頭の片隅に置いていてほしいって。そんなことってあるだろうか。いや、あるんだよ。それはもはや脅迫じゃないか。そこまで、そこまでではないと思うけど。ここまでするな、忘れるなと脅している。脅しているわけじゃないと思う。脅してるのか。まあ、そうか。この少女にとっては。人たちじゃないんです。私は、あの人たちに感謝しているんです。この人からすりゃ、いや、周り、脅迫ってほどじゃないけど、まあ、俺が死んだんだからお前は絶対に死ぬな、みたいなさ、そういう感じじゃないの。脅迫じゃないよ。脅迫概念じゃないよ。人たちがいなかったら私の人生はもっと地獄だった。いや、あの人たちがいなかったらもっと早く死んでいたよな、この子の場合は。あの人たちがお金を払ってくれていたからまだマシだった。まあね、少額でもいっぱい取られたとはいえ、少額でもお金はもらってたわけだもんね。このもよりちゃん、もよりちゃんになってんのかな。善意なんですよ。あの人たちは本当に心からの善意で行動しているんです。善意が過ぎたけどな、それは。保険金は。でもね、私は最近気がついたんです。この世の悪のほとんどは善意の人々によってなされているんだって。この世の悪のほとんどは善意の人々によってなされている。深い言葉だな。人は見たいものしか見ないんです。人は見たいものしか見ない。うんうんうん、ある意味ね、ある意味見て、ある意味そうだと思います。きっとあの人たちにとって私はかわいそうな女の子だったんでしょう。うん、そうだと思うよ。だから助けてあげなきゃと思った。命をかけてでも。命かけすぎだけどね。うん。保険金で自殺するなんて、それやったらさ、残されたこのもよりちゃんがさ、逆に頭かかる話になっちゃうよね。でも逃げ場がないんだよな。でもね、あの人たちは私の一部分しか知らないんです。気がつけるはずなのに目を背けていた。一部分しか知らないっていうと、自分がヒロインを助けるヒーローのように感じていたのかもしれません。あー、正気を失っているようにしか見えませんでした。そっか。もっといろんなことを知らないと、助けてあげられないもんね。単純にお金がない困った子っていう、だけだ、の情報だけで、その情報概念だけで行動しちゃったんだろうな、その人たちは。悪い人や悪いことに対抗したとしても、その人が良くなるわけじゃないのに。善行というのは悪を倒すことじゃないんです。ただ人のために思いやりのある行動をする、ただそれだけのことなんですよ。
でも私はあの人たちのことはそれなりに好きだったんです。よかったわ、じゃん。それなりに好きだったんだ。独りよがりな善行を押し付けてくるところも、私のような子供にお金を払っているということに目を背けながら、自分は良いことをしているんだと本気で考えていることも、とても人間らしくて私は好きだったんです。人間、その人間らしさは好きだったんだね。でもまあ独りよがりな善行に見えちゃうよな。でもそれ以外の方法がないっていうのも難しいところだね。さっきみたいにロマンティックに逃げたらバーンってされるんやし。だから彼らの行動は狂気じみているとは思う反面、素敵な人間味だと思ってもいるんです。まあ確かにな、保険金まで行くさ、自分の保険金かけてまでやるっていうのは狂気じみとるけど、人間としては間違ってないのかもね。彼らの覚えていてほしいという願いが私にとって呪いだとしても、私はもうわからないんです。何が善で何が悪なのか。ただもう疲れたんです。この絶望しかない世界に生きていく必要性を感じられない。あー、なるほどね。虚空を見ながらまるで一言のように彼女は語る。瞳は深淵よりも暗く、前のような美しさだった。いいじゃないか。僕はお前つぶやいていた。いいじゃないか。人は見たいものしか見ない。結構なことだと思うよ。君を助けてくれていたその人たちは幸せだったんだろう。君から見れば負担でしかなかったかもしれないけど、そうなんだよな。彼らは少なくとも幸せだった。だったら君も目を背けよ。世界が間違ってる？その通りだろ。社会が悪い？そうだよ。私は悪くない？そうだ、君は悪くない。現実から目をつむれ。目をそらせ。現実を投げ捨てろ。そんなこと許されるわけない。私は幸せになるには罪を犯しすぎてる。うるさい。僕が許す。神が許さなくても、エンマが咎めても、僕が許してやる。そこまで言う？そこまで言います？世界がなんだ、社会がなんだ、神様はなんだ。確かに僕よりも世界の方が正しい。世間知らずの僕よりも社会の方が間違っていない。神様なんてものがいれば、僕よりもあらゆる面で優れているんだろう。で、だから何だって言うんだ？僕は世界よりも社会よりも神様よりも下にいる理由にはならないだろう？何も持ってなくても、何もできなくても、僕は世界よりも社会よりも神様よりも偉い。そんなに？そんなに言う？この主人公結構喋りたがりだな。モイレはもっと人を頼るべきだ。あのさ、どこに名前知った？僕は頼れ。僕に依存しろ。大声で叫ぶ。世界で、人生で最も傲慢で高慢なプライドを彼女に叩きつける。やだなぁ、それ。彼女は、もいや、呆然とした後、くすりと確かに笑った。ソータは何様なの？ソータって言うんだ、主人公の名前。何様だろうね。突然弱気になる僕に呆れた顔を向けた後に、モイリはまた笑う。楽しそうに。でも後悔はさせないよ。私は重い女だよ。知ってる。そこは否定してよ。それも知ってる。私が依存したら全力で寄りかかるよ。望むところだよ。期待してる。期待してんの？僕に手を伸ばしてくる。僕は最寄りの手を取って屋上に引き戻す。最寄りが僕の手を強く握った。
僕も強く握り返す。その手は死人のように冷たく、天使のように儚かった。あれ？そういえば僕、どうして僕の名前を知ってんの？そうだよ、それに逆に最寄りの名前なんで知ってんの？最寄りが僕の名前を呼んでいたことに気がついて疑問符が浮かぶ。というか、僕もどうして彼女の名前を燃えると知っている。そうだよ。突然早くから音がして振り返ると、スーツ姿の男が立っていた。一体誰だ？こんな時間、こんな場所に一体何の用があるって言うんだ？僕は疑問を口出すよ。音、相手の攻撃あまりの突然、誰だお前は誰だお前は誰なんだお前はあまりの突然のことで僕は構築してしまう。ああもよりもよりが僕の目の前に飛び出してきたかと思うと、体がビクンと震えて、彼女は胸元が血を流しながら僕へと倒れ込んできた。森はそれだけ言うと、僕の腕の中で誰と力を失う。糸の切れた人形のように。僕は気がつくと叫んでいた。殺してやる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 。男は淡々とした口調で言った。やってみろ。ですよね、ゲームオーバー。ひどい、ひどい、ひどい、ひどいわ、お前。お前、ひどいわ。田中さんでしょ？違いますけど。最初、最寄りって書いてあるからな。機嫌そうな顔してカメラじゃつぶやく。当然だ。僕自身もどうしてこんなことを言ったのかわからない。私は最初、最寄りですよ。珍しい名前だと自分でも思っているので間違われたのは初めてです。西条最寄りなんで、最寄りさん、確かに珍しい名前だね。私はこの名前嫌いです。西条に最も寄っている、名前負けもいいところです。親もどういうつもりでつけたのか聞きたいです。あー、なるほどね。名前負け別に気にしなくていいと思うけどな、名前負けは。あなたも珍しい名字なので少しは気持ちが分かってくれるかと思うのですが。え？片城聡太くん。片城聡太って言うんだ。あ、なんで知ってんのって思うけど、片城聡太って言うんだね。これ、後々のフラグ回収になるんじゃないかな。ん？今どうして僕の名前を？今名乗ったっけ？どうして僕の名前を知ってるの？思ったことを口にすると、森さんは一瞬驚いた表情をした後に諦めたように暗い表情を浮かべる。私はソータと同級生なんですよ。覚えてないんですか？同級生だったんだ。え？密かに男子に人気になったの、どっちの意味？男子に人気になったの。こういうとこまず作られてるんだ。今回はじゃあごめん、覚えてないにするか。ごめん、正直言うと覚えてない。そっか、仕方ないです。覚えてなくても無理はないと思います。私は地味な人間だったし。誰かに覚えてもらっているほどの。おい、ちょ、なんか。人間ではなかったから。ちょ、なんか嫌な予感がするぞ。そんなことない、そんなことない、そんなことない。ふっ、と、自嘲的に最寄りが笑った。しかし、すぐに無表情になって言う。ありますよ。私は人に迷惑ばかりをかけて生きてきたので、これ以上、誰かに迷惑をかけてまで生きていたくないんです。私は生きているだけで人を不幸にするのですから。生きてることで誰かを不幸にするなんてあるはずがない。いや、一応あったんだよ。いや、一応あったんだって。あの、お前の今のお前の知らない世界線でそれあったんだよ。命っていうのは平等に無価値なんですよ。人間に価値はあっても、命に価
値はない。善人も悪人も天才も凡人も大人も子供も男も女も関係ありません。命は一つの生き物が動くための動力であり、それ以上でもそれ以下でもありません。違いといえば、失われた時に悲しむ人がいるかいないかの違いでしかないんです。そして私が失われて悲しむ人はいないんです。どうだろう、ループもの的に言うとさ、悲しむ人はいると思うんだよな。家族が悲しむよって、家族はだってあの人だったんでしょ、家族はあの人だったんでしょ、その男の名前なんでしょ。じゃあ僕は悲しいよ。私が死ぬことが悲しいなら一緒に死んでくれますか。あ、そういう理論に至る。いいよ。あ、いいよ、一緒に死んでも。彼女は初めて笑った。その答えを待っていたというように。ありがとう。引き寄せられたので僕は彼女の手を取った。なんかいい笑顔だな。いいな、いいエンディングだな。二人で手をつないで同時に飛び出す。彼女の奇妙な影が夜空によってまるで天使の羽のようだった。僕は落ちる、彼女とは落ちる。でも二人だから大丈夫。満ち足りた幸福感が体を包んでいる。この世界にたった二人、今確かに世界には僕と彼女の二人しかいなかった。ああ、ここが天国なのかもしれない。僕が笑い、彼女が笑った。ゲームオーバー。わかりやすいわ。